ピンクのこっちおいでショータイム。みなさんこんばんは。私たちピンクです。ピンクのこっちおいでショータイム。この番組は私たちピンクのことがこれでもかってくらい何でも分かっちゃう30分です。今週は21歳になりました。ミルルンことゆずきミルと。はい、花粉がやばいです。ひめちゃんことさくらだひめかと。はい、くしゃみが止まりません。チャロロンこと戸高りんねです。あと毎回みんな忘れる。締めようと思ったね、みんな普通に締めるけど。はい、プロデューサーの平井もいます。よろしくお願いします。以上のメンバーでお送りします。最後まで私たちについてきてね。ついてきてね。はい、今週も始まりましたティンクのこっちおいでショータイムですけど、はい、さっき冒頭でも言いましたけど本日、はい、2月27日、はい、みるちゃんとゆらちゃん、はい、お誕生日です。おめでとう。おめでとうございます。みるちゃんが21歳、ゆらちゃんが15、あれ15なんだよね。15、若っ。あれ15だよね。うらら15歳に見えない。ひめちゃんも15歳見えないけどね。ひめちゃん逆の意味で見えない。ひめかこの前みそじって言われたから。泣きそうだから。膝当てじゅりちゃん。じゅりにみそじって言われた。泣きそうだよ本当に。みそじだからとか言ってた。倍になっちゃったね。そう、辛み。いつもねメールのご紹介のコーナーなんですけど、うん、今日はまあ誕生日ということもあって、はい、その辺の話ちょっとしていけたらなと思ってますけど。イエイ。みゆちゃんなんか目標あるの？21歳の目標。なんか21歳で中途半端くないですか？そういうこと言わないの。なんか19から20歳ってちょっと大人へのって感じがするけど、うん、もうなんか20から21って変わらないんじゃないかなっていうワクワク感がない。正直20以上はなんかあんまもう変わんない感あるけど、うんうん、でもなんかさやっぱ変わる自分的にね。はい、今年はこういう1年にしようみたいな。そうですね。2ヶ月前の正月ぐらいに言ったような覚えあるけどさ。そうなんですよ、年を取ったからって。じゃあなんか21歳なりの目標、うん、まあ21歳なりにティンクをまとめてティンクを引っ張っていけたらな。21歳なりにね。そう、21歳なりに。じゃあちょっとゆらちゃんの代わりにゆらの目標を考えてあげて。ひめゆらの目標をひめかが考えるんですか？うん、そう、うん、ゆらはこうした方がいいなとか。ゆららはこうした方がいいな。え、ゆらら、うん、なんだろう、なんかゆららなんか喋るときになんか返事がいつも変なんですよ。確かに。そう、まだみんなそうだ。そう、なんか変をうんみたいな、ちょっとおしとやかにすればいいと思います。うん、まあなんで返事するの？ていうか、アハハみたいな。アハハとも言わない。ヘンは15歳どころかみんな言う、うん、なんならここにいる全員言う。ねりんちゃん、今ハハって言っとしかった。でもミルさんが一番言います。そう、私が言う。そう、ミルとキョウリが一番言う。キョウリは真似してるの私の。やっぱ妹みたいじゃん。そう、すぐ真似してくるんですよ。ウケる。口癖全部真似してくる。いや割とメンバー内で口癖伝染するよね。まあ、映っちゃうのもありますね。結構長い時間やっぱいるからさ。確かに。平日も週末もなんなら家族より長いみたいな感じだから、割と口調とかも映るよね。そうです。あとなんか知らんけどっていうのが、ね、割と言っちゃうよね。言っちゃう。誰発信か知らないですけど。知らんけど。知らんけど、なんか言った後になんか多分自信なくて知らんけどってなっちゃうんですよ。そんな責任方法言っちゃダメ。私のママもそうなんですよ。見るママもそうで、ママから私言ってるんです。高校らしいよ、知らんけどって。そうそんな全く無責任な。ちゃんと自分の言ったことに責任持ちなさい。はい、21歳なんだから。あ、そうだ、21歳で責任を持つっていう。そう、知らんけど封印ね。頑張ります、半分にします。まあ減らすってことでね。うん、減らせます、知らんけど。いっぱい使ってるし。はい、りんちゃんとかも結構ねえ、はい、うん、りんちゃん言う。言わないです。
言います多分気づいてないんで。この放送内に出したいね。多分ね、なんかね、ちょっとね、うん、半分、3分の1ぐらいの気が飛んでるとね、なんか、差し込めるとね、うん。やだ。大体俺メンバーにハンってやった時、あ、こいつ聞いてねえな。こうこうこうだから、こうだからさ、ハン。こいつ聞いてねえな。最悪だ、最悪。さっきも、誕生日そうなんだけど、はい、もうここ入る前から、うん、もうみんな花粉症がもう今すごいんだよね。俺花粉症じゃないから分かんないんだけどさ、さっきも入る前からもうエクシーンエクシーン収録中くしゃみ出たらどうしよう、うん、そのまま応援しましょう。くしゃみしたらそのままカットせずにいくからよろしく。遠慮せずしていいよ。息止めなきゃ。死ぬように。だから、みたいな。変な音でも。やだ。我慢して。そしたら、今、夢ちゃんくしゃみしたよ。黒歴史になっちゃうな。ね。ね。だって、ひめかが珍しくマスクしてるからさ。うん。マスクし始めたんですよ、最近。マスク始めました。マスク始めましたから。いや、週間みたいな。今日からマスク始めました。うん。なんかね、普段完全無防備のひめかがどうしたのよ。花粉がやばいんで。花粉がやばい。やばいんですよ本当に。やっぱさ、わかんないけどライブハウスの中でも花粉飛んでんの。うん、ね、外から来た人とかいるから。服についたりしてるから。服でか。ミノの花粉症なの？わかんないです。いや違うんだ。ね、診断されたことはない。まあなんもないのはなんもないんだよね。でも草も今日4回出ましたよ。うん、それ風？風なのか。俺もよくあるから。毎年毎年草みたいな鼻水が出て、あ、とうとう始まったなって思うと。ただの風。風？あ、じゃあもうちょっとで治るかな。うん、だって俺一族、俺以外全員花粉症なの。えで、おかんにも俺だけ花粉症じゃないんだわって言うと、あんたは拾ってきた子だからって。悲しい。いつも言われる。悲しい。え、なんかそんな慰みみたいに笑って。そこ笑うとこだから全然。出た。みーちゃん花粉症？花粉症です。マスクは？してないです。言い訳考えたけど無理だった。春でじゃあ野外ライブとかあるとさ、うん、結構やばいんじゃないの。やばそ やばそう。マイクに入りそう、くしゃみが、うん、ね、やばそう。いきなり踊ってしまった。くしゃみジェッジェクション。やばやだ。一生しんどいな。歌ってる時ならごまかせそうだけどさ、うん、こう間のさスローリーなところとかのさ歌詞がないところにさ思いっきり乗っちゃうからさ、マイクに。落ちサビとか。じゃあめっちゃかっこ悪いじゃん。もう笑われちゃうよ。みんなガーマイクとかで「ヘッシュー！」悲しい。とかね、自己紹介でね「桜田ヘッシュー！」桜田ハクションしばらくネタにされるよね。桜田ハクションさんです。ハクションさん、ハクション大魔王になっちゃう。その日チェキレート並ぶよ。面白い。でも鼻水も出るんでしょ。鼻水も出るんですよ。交流会でさ、チェキの落ちた時に鼻水出るとかでそう、なんか本当にライブ中とか鼻水出てないかめっちゃ気になる。配信は配信だ。配信は配信から途切れてフィッシュやるんですよ。そしたらお得さんが、うん、みんな鼻水拭いてんでしょ。配信中にやばくて。それは音でわかるよね。食べたらさ、ズビビビ。逆にな、花粉症だとしてないの。やっぱこれ聞いてる人もさ、花粉症いっぱいおると思うんだよ。対策、うん？薬とかあるじゃん。でも薬あんま飲みたくないんですよね。飲むの忘れるだけでしょ。そう、続けられないんですよ。そう、だからもうマスクでいいかなみたいな。でそういうのって眠くなりますよね。確かに。でもいつも寝てんじゃん。それはそう。寝てるか喋ってるかだから、ね、うん。やばいね。なんか昔そういう人形はほんあやばい、うん、スイッチ入れるとちょっと喋ってるけど切るみたいな、うん、そういう人形かもしれない、うん、人形なのかもしれないね、うん、人形なのかもしれない、うんうん、ね、なんか対策してないの今日。無防備だけど。してないです。薬飲んでも効かないんです。薬も効かない。はい、花粉症。ほんとに花粉症。花粉症です。ひどい。結構ひどいです。もう涙、もう涙ボロボロで鼻水ダーダーみたいな、ヨダブラブラみたいな。ちょっとこれアイドルだよ。まあね、ちょっと
そうこうお客さんも見た人見て見えぬふりして、はい、ごめんマーカーで、ね、姫ちゃん鼻水それよく本当にあるんだ鼻水鼻水って言ってマイクにつりやだじゃあ試しにどっかの野外ライブで姫香両鼻になんか手詰めて出てきたいやえこの間さ言ってたよねライブ中で詰めて、ポッピンスワイって言ってた言ってたいやそれこそお前アイドルの会話じゃねえよアイドル鼻からあんな出さねえから恥ずかしい恥ずかしいじゃないいや僕もね本当ねいつも楽屋は僕入んないから、うん、本当に、ね、不安でしょうがない本当にもうおバカやりすぎて他の人に迷惑かけてんじゃないかなでもちゃんと他のアイドルさんの時は静かだもんね、うん、姫ちゃん、はい、分かってる本当に本当に本当に信じられないけどそこはねちゃんとしてるんです、うん、なんかピンクだけだとうるさいんですよ、うん、他のアイドルさんにいても壊れたオブのように喋り続けてる意外と、うん、意外ととか意外となんかイメージとしては、あのアイドルさんみんな静かに化粧とかしてて、うん、メンバーもみんな静かにこう携帯触ったり化粧したりしてて、ヒミカだけずっとなんか曲に向けて喋り続けてて、他の人も、うん、うん、みたいな。え、でも意外と静かですよ、ヒミカ。静かの時何してんの？静かの時、携帯触ってる。なるほどね。か、へこんでる時何かしら。確かに。よく見てますね。静かだと心配になるよ。なります。なんかあったんだなって思っちゃう、いつも。うんいつも喋ってるからね。故障したのかなみたいな。家で、家でなんか誰かと喋りたいとき電話かけるんですよ誰かに。迷惑ですね。迷惑。たまに迷惑かけるから。しみちゃん夜中に父親に話くんですよ。全然言ってます。でもそんな最近夜中にかけてないですよ。そんな。何日に1回ぐらい。うん、2日に1回とか結構重要だでもそんなでもゆららだって電話したいって言ってるから。お前に合わせてくれてる。だってみんな寝たいに決まってんじゃん最大何時に電話すんの最大でもなんかギュララが LINE 送ってくる時があるんですよ、うん、あの夜中の5時とかに、ね、それさ朝だから夜中じゃないね、うん、そう朝の5時とかでそっからなんか会話が弾んだら電話かけるみたいな感じです LINE 来て閉めた朝起きてるみたいな電話したねみたいなそんな感じですりんちゃんにも電話すんのりんちゃんに電話しないですだって出てくれないからやだ、うん、めんどくさいめんどくさいって言って出てくれないからそうブロックされるよしないでなしないよここ付き合ってるんです彼女だから彼女彼女じそれではここで曲をお届けしましょう番組のタイトルにもなっていますピンクでこっちおいでショータイムお送りしましたピンクのこっちおいでショータイムはいということで次のコーナーはティンクワンマンへの道ということですね、はい、このコーナーも残り2回ですね、はい、今週と来週、まあ、期間限定コーナーということでねはい、はい、レニーへ向けてあんなことしたいこんなことしたいこんなことしたらいいんじゃないかっていうことでね
先週 の、 あの岐阜ワンマンの時の間にね、はい、企画映像を流したんですけど、平井滝に打たれる、見たい、まだメンバー見てない、お客さんだけ見たんだけどね、あれ本当に僕滝行ってきたんですよ、もう朝一出発して、あの三重県の鳥羽市まで、はい、予約して、鳥羽市のね、忘れちゃった、なんとか神社、山奥なんですごい、に滝があって、そこでこう煩悩を振り落とせみたいな、でこうなんかいろいろ変な、なんか準備体操みたいなさせられて、準備体操、はい、でもほんと寒かったんだよ、寒そう、ようこんな日に来たねって言われたもん水温が2度とかで、本当にやったんですか、本当にやったよ、俺白装束着て、鉢巻き巻いて見たい、見たいね、本当にやったんだよ俺、すごい、でこうワンマンちゃんと成功しますようにってちゃんとこう祈願をして、みんなの俺は体を張ったんだよ、すごい、ありがとうございます。なのにみんなこうライブ終わった後に引き見てないけど、どうせ平井さん入ってないんですよ私には分かりますよ、うんうんうん、この信頼のなさじゃあなんかみんな、あ、なんかお客様せりするの悪いけど、お客さんもなんかふんふんみたいな感じしてた、割とね素だったから、俺普通に入った動画を流したから、多分リアクションこいつやべえなみたいな、あー聞いてた、もしかしてみんなかもしれんそういうことか、うん、ちょっと笑いが起こったのはなんか事前の準備体操とか、あーその辺とかでちょっと笑いが起こってた感じで、へー、あとはだって終わったらお客さん拍手してくれたから、いやすごい、でこれまだ 第1弾なんだよこれ、今回のね、2番第2弾第3弾みたいなね、うん、いつ公開できるかちょっと分かんないんですけど、この滝野もねちょっと YouTube で公開するらしいんで、カメラマンさんがそうなんだ、はい、いやこれしましょうよとか言ってカメラマンの方が俺よりノリノリで、あ、そうだ、こういう風にラジオで言ったんですよねって前にね、あのメールで、ティンクは祈願やらないんですかって来て、あ、じゃあやろうよって言ったら、メイが平井さんがやればいいじゃないですか、ね、でそれで滝に打たれたりとか言ってあったから、いやそれでメイが稼いだらどうするんですかって言われて、確かに、うん、確かに、確かに、まあ俺ならいっかって言ったらカメラさん、平井さん行きましょう、平井さん行きましょうってノリノリになっちゃった、うん、で探して朝早く出て滝に打たれて帰ってくる、意味わからねへえ、でなんかこんだけ滝打たれたから温泉入って帰ろうって言ったら、お休みに休みでさ、つらい、そうで時間が時間でご飯屋閉まっててさ、うん、はあ、なんかもうよくわからんまま小日帰りでそうなんですね、そう、まあこれ YouTube で多分流すみたいなんで、うん、で第2弾もカメラマンノリノリで皆さん次何行きます？とか言って、いやいいっすよいいっすよ、県外でも全然僕いいっすよ、行きましょう、全然ノリノリで、うん、平井さん後ろ乗っててくれ、僕連れてくんだよ強制連行されて、うん、第2弾のちょっと何かまで談笑なんですけど、考えてるんだ、はい、ワンマンまでにこう流したらなって思ってるんで、楽しみです、楽しみ、楽しみにしてます、めっちゃ怖かった、うん、痛そう、痛く、滝はね痛いとかじゃなくて、もうなんか冷たすぎて全身麻痺した、麻痺する感じ、もう服着てて服着た感覚なかったもん、冷たすぎて、やだやだそれぐらいね、僕はワンマンのために体を張ったんですよっていう、すごい、これがワンマンへの道ですよ、まさに、次お前らやらせるからな、風邪ひいちゃう、うん、ね、風邪ひいてワンマン出れなくなっちゃう、なんとかは風邪ひかないから、なんとかの子だけ連れていくな、姫ちゃん、あ、じゃあ姫ちゃんね、うん、確かに頑張ってね、でも鼻水が出ちゃう、また花粉とプラス風邪で固まっちゃう、こっちゃこっちゃこっちゃやばい、あ、アイドルチャンネルだからチャンネルチャンネルなんですか、これあ、チャンネルじゃないか、チャンネルですよ、チャンネルなんですか、まあ、何でもいいんですけど、もう次のワンマンはね、こう企画で例えば姫香が滝に打たれる、リンちゃんは何々をする、メンバー全員なんかしていくみたいなね、とか周りなんかやりたいことないの、ワンマンに向けて、YouTube、 やりたい、やりたい、で YouTube で何をしたの、なんか何かを作ってみた企画とか、メンバーの例えばフルメイク動画とか、
うん、なんかね、そういう YouTuber っぽいことしたいです、うん、ただ YouTuber の人ね、じゃあ関係なくない。え、でもなんかそれを気になって、でもそれでね、でもそれで最後にね告知したら、ね、見てくれるね、うん、みんな、うん、面白い企画やれば、うん、ティンクをまだ知らない人もなんかワンマンにね関連付けたなんかチャレンジをね、なんかワンマンで使える何かを作る的な、使えないんだけど、ワンマン用にみんなでなんか作るのにいいね、旗とかね、うん、あ確かに、うん、で飾る、うん、飾るとかライブ中に振るとかね、うんうん、みんなでなんか絵を描いて、うん、ワンマン用の旗にするとか、うんうん、とかなんかね、のぼりみたいなの作っといてメンバー全員サインとか、うんうん、一言入れて、フォトスポット作りましょうよ。やりたい、インスタ映えスポットみたい、うんうん、どうやって作るの？フォトスポットを手作りするんでしょ、うんうん、いいけど俺今どんフォトスポットが浮かばないから、なんか風船とかを、ヒメカの等身大のパネルを作って顔をくり抜いて お客さんに顔を入れてもらって顔をくり抜いたらいいんだ、誰でもヒメカみたいな、インスタ映えしないで、誰でもヒメカになれるよなるほど、これフォトスポットってそういうものだと思ってるけど、あ、なんかインスタ映えのフォトスポットがいいです、うん、ヒメちゃん等身大ではインスタ映えしないかな、インスタ映えしないです、ちょっと、うん、しない、うん、しないです、ちょっと、じゃあ何作る、いいよ全然フォトスポット、お、なんか風船とか飾りたい、かわいい、うん、かわいい空間でピンクワンマンって書いてもらって、うん、でそれでみんながインスタとかにあげたらそっから宣伝にもなる、うん、確かにピンクってこんなかわいいんだ、うん、確かに、よしじゃあ作ろう、お、やったやった、研究します、ちゃんと事前に、お前ら無計画だから全然計画立てます、あのこういうのを作りたいんですってちゃんと絵にして、うん、でこの日までにこれを揃えてこの日までに完成させますと、うんうん、お前ら絶対当日やるから当日に作るんじゃないの、分かった姫ちゃん、はい、当日にやるんじゃないの、はい、ちゃんとデザイン考えてきますね、考えるだけじゃダメだよお前デザイン考えても作るの当日だからデザイン考えて行くときに材料買っていきますでも100円しかありませんでしたまあそこはミルルンちゃんと一緒に行けばどうにかなるかな、買ってもらう作戦しますそこはシーン21歳の力が作戦するからそうそういいよ、フォトスポット、ティンクフォトスポット、楽しみ、レニーの一角に、はい、イエ、作りましょうか、イエイ、やった、こうご期待ですかね、はい、みんな期待しててね、でもなんかあるの、もう案とか、定番なのはインスタの投稿する画面みたいな、くり抜きで四角く、うん、でそれをもっと可愛くしたいね、うん、なんかよく普通に売ってるんですよ、うん、アマゾンとかに、オリジナルツイッターみたいなやつ、うん、そんな感じ、あの写真でさ、ツイッターなんとかいいねとかさ、あ、そうそう、枠つけてさみたいな、そうです、そうです、あの ZEP にあるみたいなやつ、あ、そうです、そんな感じ、それ自体は売ってるので、その枠を買ってあと飾り付けしたりするだけでも可愛い、確かに、あ、それいいね、やりたい、やりたい、さあ、待って、それお金出すの俺、はいはい、アマゾンの ID 教えてくださいねお前アマゾンの ID 教えたらそれだけは済まねえだろ絶対に請求すごいんだけどみたいな、アマゾンプライム、うん、ねえ、なんか知らん間になんか履歴すごくなってるじゃない、はいはい、はいじゃねえよ当然クレジットカードも教えてもらって、だってお前聞いてみんなこの前ね、自分の前に、はいはい、コンビニ寄ったんですよ、はい、でお昼ご飯買うからって言って、うん、みんな引っ越ってカゴ入れるじゃないですか、そこまでまあいいんですよ、はい、で支払いで俺はメンバーにカードを渡して、うん、外に出てた、払っといてこれで、うん、そしたらバーって出てきて、平井さんクレジットカード暗証番号いるみたいですとか言って、あ、分かったって戻るときクレジットカード入れよう、ここ暗証番号ですから、みんなガン見てめっちゃみんなもう本当に手元に集中してるね、ピッピッピッと押した後にフッとしたらみんな見てるビックリ、なんかちょっと旋律覚えたねでお前ら見んじゃねえよって言ったら覚えましたもう怖っ怖っ母じゃお前らだぞお前らのことだぞほらいつ勝手に使われてるか本当に、うん、最近の子は怖いですよ本当に、うん、ふんじゃねえよいやまあでもまあそれは置いといて、はい、インスタ映えスポット、はい、とツイッターのね他に投稿してもらう用のやつだよね、うんうんうん、はい、あと何風船とか、うん、風船、うん、かわいい、かわいい、かわいいよね、
で、ね、それはその枠の周りを風船とかで飾り付けるみたいな。うん、でもいいし、また別のね、うん、なんかスポット作っても。あ、2箇所目、うん、その枠じゃないやつで、うん、なるほどね、うん、で2箇所ぐらい作りたいなみたいな。オッケーオッケー、やった。そのまだ背景とかも考えなあかんぞ。はいはい、それは、はい、あ、割と乗り気はい、めちゃめちゃ、うん、こういうことだけ乗り気なんで女子力高いですから、うん、いいね。じゃあそれ作る。はいはい、あと1週間ちょい、はい、2週間、はい、インスタ映えスポット作り、はい、ちゃんとメンバー全員で協力して、はい、完成させてね。はい、仲間ほどは許さんからね、はい、ちゃんと俺も仲間に入れること。おー、はい、おうそこを恐れてた、ね、うん、いや、いい9人で仲良くいや、んなことねえよ、んなことねえよ一人だけ男でちょっとこう多分ね、寂しい。事務所で何やってんの、うん、どんな作ってんの、平井さん見んでくださいとか。男の人はダメですってはーいとまあ、ある種完成が楽しみにしといてもいいんだけど、うん、まあ、うん、ちょっとトップシマネも作りそうでもあるから。でも協力しますよ、支払いしてもらえるんで。金じゃけじゃねえか夫婦じゃないよまあ元で払うけどね、材料費は、はい、払う以上しっかりしたものを作ってもらわないと。はい、うん、頑張ります。頑張ります。はい、じゃあそれいきましょう。はい、はい、以上ピンクワンマンへの道のコーナーでした。ピンクのこっちおいで、ピンクのこっちおいでショータイム、今週はいかがでしたか。さて、この番組は皆さんからのメールをお待ちしております。採用された方は抽選で毎週1名様に出演メンバー3人が写っているチェキをプレゼントいたします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号、ピンクのチェキ希望と書いて、メールアドレスは mit-fm@web.co.jp、 ピンクのこっちおいでショータイム係までメッセージたくさんお待ちしてます。そしてピンクのライブなど情報はピンク公式ツイッターをご覧ください。それでは今週はこの辺でお別れです。以上、私たちピンクでした。